ジャパモンデーライト、よろしくお願いします。お願いします。
たいですね。こんにちは。はい、ということでここはね、あの鹿児島会場ということなので、鹿児島県日置市からやってまいりました祭りやどんぱが盛り上げたいと思います。どうかよろしくお願いします。あとね、この合祭の思いを10分喋りたいんですけど、2番目からね早くやってくださいねっていうことだったのでやっていきたいと思います。楽曲は、ミッキーマウスマーチを忘れた、あ、わっしょいどんぱ歌をやりたいと思います。わっしょいわっしょい掛け声で盛り上がる曲になってますので皆さん楽しんでいきましょう。準備はいいですか？お客さん準備はいいですか？さっきのチアダンスよりカメラが少ないよ。どういうこと？カメラ撮ってね。それでは参ります。わっしょいどんぱ歌構え。さあ、改めまして、鹿児島県日置市というどん中からやってまいりました祭りやどんぱと申します。鹿児島とはいえ今日朝5時出発です。ぜひ皆さんその分応援よろしくお願いします。どんぱこれからいっぱいもっと合体盛り上げていくぞ。1年くらいよ合体いくぞ。わっしょいわっしょい、そう、僕がわっしょい来たらみんなもわっしょい、わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい、みんなが盛り上がっていこうか。はっ、あー、行くよ。やっぱ熊本の皆さんのサポートが必要で、人が多い、あったかい、今日は一日感じてそうだ。どんぱどうした声小さいな。さっきから城西園で何食べる人にしか考えてないからよ。食べ物のことはいい、天気のことはいい、この会場の皆さん、地域学の皆さんを盛り上げていこう。さあ皆さんの間にわっしょいどんぱ歌、わっしょいわっしょい、3000人ですか。すごい数ですね。ところでこの九州合祭、いくつかの会場があるんですか。はい、熊本城の二の丸広場をメイン会場として、桜の馬場城西園会場、熊本町中広場パレード会場、花畑広場桜祭り会場、上通り下通り新店街パレード会場、熊本駅アミュ広場会場、そしてここ新市街下通り4番街パレード会場の延べ9会場で開催されています。なるほど、熊本城や町中が全てお祭り会場になるんですね。そうなんです。また会場ごとには九州各県または全国の祭りの装飾がされていて、熊本城をはじめ市街地全体が九州で彩られます。
文字通り九州が一つになるんですね。ちなみに会場にあちらの方に大きな人形、それから、飾り等ございますが、こちらは何でしょうか。はい、新市街会場は鹿児島県の3つのお祭りの装飾があります。1つ目が、あちらの入り口の方に大きいオブジェがあると思うんですが、ヤゴロウドンのミニチュアの小ヤゴロウドンと大きいヤゴロウドンになります。毎年11月3日に天下三大祭りの一つのヤゴロウドン祭りが開催されていて、石川八幡神社から市街地を威風堂々と練り歩きます。最後には坂をヤゴロウドンが駆け上がりますので、近くで見るとすごい迫力になってます。機会がございましたらぜひ足をお運びください。次、2つ目が演舞スペースに沿って置いてある絵が描いてある箱のようなもの、これが6月堂というもので、旧暦の6月から7月を中心に鹿児島県内の神社や寺院で行われるお祭りです。和紙に絵や文字を書いた灯籠が展示されているので、その灯籠を手作りして展示しております。最後に、受付の近くに写真と手ぬぐいが置いてあったかと思うんですけども、これがお原祭りになります。毎年これも11月2日と3日に天文館周辺で行われていて、昭和24年から始まる南九州最大の祭りです。鹿児島を代表する民謡のお原節や鹿児島大半夜節に合わせて練り踊る総踊りを中心に様々な催しが行われています。なるほど、この会場に来るだけで鹿児島県を味わうことができるんですね。なんだか鹿児島県にいるような気分になってきました。そういえば丸吉さん、から手元に持ってるそれは何ですか。え、はるかさん、これ知らないんですか。これは九州合祭の公式ガイドブックです。このお祭りの内容、タイムスケジュールはもちろん、参加団体の紹介、会場の紹介、そしてフォトコンテストの申し込み、町の食べどころまで掲載されている、なんとも便利な一冊なんです。ではそのガイドブックがあるだけで、この九州合祭のことが丸分かりということですね。はい、そうなんです。しかもこのガイドブック無料で配布しております。お求めの方はお近くの白いジャンパーを着たスタッフにお気軽にお申し付けください。今日は九州市中心市街地全体がお祭り一色になります。祭りがきっかけとなり、九州の心が一つにつながります。私たちとともに参加団体の皆さん、そして観客の皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。それでは皆さん、今日一日よろしくお願いします。では丸吉さん、早速トップバッターのチームの紹介をお願いします。はい、ご紹介いたします。ガイドブック31ページをご覧ください。熊本市より越しの熊本学園大学チアダンス部の皆さんです。そしてですね、この鹿児島会場は「おじゃかんもんで鹿児島」というテーマで、開催しているんですけれども、学園チアダンス部の皆さん、ちょっと入ってきても大丈夫です。失礼いたしました。